どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、東京グルリ、インボーク、駆逐、知らず銀次を駆逐せよの A に挑戦していきたいと思います。使うパーティーは、こちら、久しぶりの東京グルヒロインズということで、このパーティー使ってね、挑戦していきたいと思います。初見じゃないんですけど、前回クリアした時は、これでいったんですよね。まあ、これなら普通に勝てたんですが、まあ、最後のターンかな。最後のターン、なんか、バットでボコボコに殴られて結構、飛ばされたんですけどね。でも、ヒロインズで勝てるかって言われたら勝てないような気がする。武器強化とかもね、中には、6とか5のやつもいるんで、10かね。しかも、熟練度 100% じゃないんですよね、あれ。確か、占領戦で配られたやつだと思うんだけど。とりあえず、武器耐久値を削るのは真ん中の撲殺最高。でやっていきたいんですが、左のフェスゲンアキラもですね、武器強化済んでないので、不安っちゃ不安だね。あ、やべ、しくった。これね、5のバイスで溜まりますよ的なアドバイスいただいたんですけど、俺今まであれなんですよね。5のバイスを気にしてやってなかったっていうね。どうしようかな、これ。ブレイクするにはあれだよな。真ん中の撲殺サイコのスキルを使わないといけないから、使ってまあまず1ターン目ね。これね、サイコのねスキルが 100% ならねで、防御力を上げていく。サイコのスキルが、熟練度 100% なら全員に 1.75 倍の防御バフかけれるんですけど、まだ促進剤が足りないんですよね。まあ、とりあえずやっていきましょう。サイコは毎ターンスキルってなんかもう途切れささなくしてもいいかもしれないな。とりあえずこれで防御力上げてるって言ってもあれだな、強いな。このターン初手、あ、こいつ武器耐久値回復しねえのか。武器耐久値毎ターン回復してくる敵じゃないとサイコちょっとあれだな、相性が悪いのかもしれないな。ここは絵と出したいところだけど、絵と集中的に攻撃されるとだるいんだよな。回復してなんか火並みが飛ばされそうな雰囲気はあるけど大丈夫かな。なるほど、武器耐久ダメージプラス1、やばい。飛ばされたね。早くあいつの攻撃力を下げたいところだけど、あいつ武器耐久値回復した。ブレイクさして、あ、やべ、しくった。アキラ打っとくべきだったな。一回アキラ打って、一回エトを出して、まあ、スキル打てるなら打ちたいんだけど、微妙だな。できんのかな。で、あいつ出血した。一回サイコ打とう。エトを出して、サイコ打って、まあ、まだこれ2ターン目 ?3 ターン目だっけ。まだあいつ3回動くもんな。たまんなかったか。たまんないんならもう一回サイコに変えてエトを守ってもいいな。守ろう。なんなり攻撃力強いね。オッケー。じゃあまあこのターンも回復しつつエトで相手の攻撃力を下げて、まあ、あいつラストターンでなんか自分にバフかけてきたような気がするんだよな。でエト打って、まあ、もっと早い段階でエト打てたらこれだけの被害は出なかったのかもしれないけど、エト左前のいやーどうなんだろうな。でも初手ターンブレイクできるからどうなんだろうな。とりあえずこれで、まあ、10日全く出してないけどあれ確か占領戦だよね手に入ったの。さあブレイクされるとしたらアキラだけど、マジやべえ、危ねえ、怖え。防御力が相手の攻撃力下げて防御力が上がってるとはいえ武器耐久値削ってくるんなら数で押されそうなんだよね。ブレイクされて、特にアキラがブレイクされてね、他のやつらはまあそこそこ武器耐久値あるから、あと一旦しのげば勝てる。こう最後出さなきゃブレイクできないのかな。エトのさ「トウ」っていう声がさ可愛いんだけど防御力上げて、とりあえずサイコ出して、このターンブレイクしたいね。ブレイクしていく。アキラ打って、確かアキラ熟練の 100% で何だったかな、状態以上の敵に 1.5 倍かそういう系のスキルだったと思うんだけど、これね最後のターンにシラズがなんかバフかけてきちゃったもんだよな。俺まだシラズ1回しか A やったことないんで、なんとかヒロインズで駆逐 A をできるように頑張りたい。頼む、最後の運命の一旦。まあまだエトも生きてるしトウカも生きてるから 1.2 倍のダメージいいね。攻撃力下がってる、防御力も上がってる。 OK もっとかかってこいよはこっちのセリフなんだよな。なんとか勝てたな。まあてっきり負けるかと思ってたんだけど、なんとか勝てましたね。はい、ということで今回はまあダメージ的には全然与えられてないんですけど、なんとかね、まああの10日も占領戦で手に入るやつだし、はい、勝てたんでよかった。まあ撲殺サイコがいなければ多分勝ててないですね、ヒロインズでやるときは。というわけで、今回は駆逐 A の白津銀次でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。